皆さんこんにちは、メイプラです。本日の動画はこちら、忘れた頃にやってくるプレバン。まあ忘れた頃にやってくるというか、そろそろかなとは思っていたんですが、はい、今月はこちらとなっています。早速開けていきましょう。中身はね、だいたいあれだったかなっていうのはあります。毎月ね、何かしら今頼んでいる状況だったんじゃないかなと思います。12月は間違いなくやってくると思うんですよね。あと来年も連続で来るような来ないようなっていう感じです。はい、それではちらっと見えちゃいましたけど、あれ、これだったかな。はい、それでは行きましょう。今回プレバンから届いたのはこちら、ドーン。はい、お分かりでしょうか。ハイグレードドムトローペンユニコーンバージョン。めちゃめちゃ綺麗に入ってます。ちょっと出しますね。はい、こちらです。ハイグレードドムトローペンユニコーンバージョン。もちろんね、中身はデザートカラーだったと思いますが、一応見よう。これで、あれ、色こんなんだったっけ。だった、あ、そうですね。はい、こんな感じの中二病が大好きなデザートカラー。まあ、いや、これは中二病に限らずだな。みんな大好きデザートカラーと言っときましょう。こちらのドムトローペンなんですけど、プレ版でね、再販あった時ってもうゲットできなかったんですよね。何時再販か忘れましたけど、その時出た後だいぶ経ってからポチッと見たら在庫ありになってたんで、もう速攻でゲットしました。もう正直ハイグレード1体のために送料もったいないなと思ったんですけど、もうこちらに関してはね、なりふり構わずゲットしに行ったって感じです。ドムの中でもトップに近いんじゃないかなっていうぐらい、僕はあのこのドムトローペンのディテール大好きなんですけど、なのでね、こちらね、ゲットできてよかったなと思います。ということで、今回プレ版から忘れた頃にやってきたのはこちらのハイグレードドムトローペンユニコーンバージョンでした。と、実はこちらが届いた後に、なんとまた別便で届いちゃいました。そう、やっぱそうだったんですよね。今月プレ版からね、2回届くはずだったなと思ってたんですよ。この頃ってまだのペイペイで即払いしてたんですよね。クレジットカード登録とか全然してなくって、なのでこんな感じでね、ちょっともったいないですけど二重配送っていう形になっちゃいました。で、今現在、クレジットカード登録したので、もう次からね、忘れない限り一応おまとめ配送ができると思います。ちょっと話逸れちゃいましたけど、こちら開けていきましょう。で、さっきのドムトローペンの箱と比べるとこちら倍ぐらい大きいですね。ということはって話なんですけど、ちょっと予想していただけたら嬉しいなと思います。あの、同じキットをゲットしたよっていう方も多いと思いますので、中身はね、何なのかってところですけど、それでは箱オープン。ちょっとね、まだ見えないですね。まだ見えない。あ、結構スカスカだった。思ったよりスカスカ。それでは出しますよ。お、かっこいいな。ちょっと待って、めっちゃかっこいい。あれ、なんでこんな、あ、なんか貼り付いてる。ちょっと一回出しましょう。で、段ボールをどきます。そして、忘れた頃にプレ版から届いたキットはこちら、ハイグレードジムナイトシーカー2と、はい、ハイグレードドラグナーです。ドラグナーだ、当たるといてえぞ。ということでね、こちらのドラグナー、めっちゃパッケージがかっこいい。うわー、最高だ。これやばいですね。ジムナイトシーカー2も楽しみしてたんですけど、これパッケージ見たらやばい、興奮してきた。バニハーバニハー、夢だけは。やっべー、リフター1装備タイプ。
結構箱分厚いですね。こちらのドラグダンはね、結構なお値段したので、やっぱり箱大きかったですね。ちょっとめちゃめちゃ気になりますので、こちら、どっちも中身見てみましょう。まずはこちら、ジムナイトシーカー2ですけど、結構なんか明るい感じの色味してたと思うんですよね。それでは、オープン！ですね。白と青ベースでしたね。あ、かっこいいな。結構濃いめの青ですね。そして、綺麗な白。あ、嬉しいですね。シールは、リアリスティックデカールみたいなマーキングシールとなってます。あ、ランナーも多い。袋が1、2、3、4、5。おー。ちょっとランナーちっちゃいのがコロコロっと入ってますけど、思っていた以上にランナー多め、うん、こんな感じのね、かっこいいジムなんで、ちょっと楽しみですね。暗殺部隊的なジムになるんでしょうか。ちょっとね、どんな活躍したかっていうのはいまいち分かってないですけど、いいですね。はい、ということでね、ナイトシーカー2はこんな感じでした。そしてですよ、でてるてるてて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 、ハイグレードドラグナー、かっこいいですね。これですよ。中身の色分けとかもめっちゃ気になるんで、こちらも見ていきましょう。箱オープン。おー、やっぱランナーは結構詰まった感じ。そしてなんかもうガンダムのカラーリングと似てますね、トリコロール。あ、これ白のパーツがめっちゃ綺麗。すっごいマットなやつですね。なんか色分けもめちゃくちゃいいです。これ作ってみないと何とも言えないですけど、すごいいい感じの仕上がりになりそうですね。すべてのパーツ見てもなんか艶消しな仕上がりしてるんですよね。これはすごい。で、説明書。はい。ね、これがね、どんな再現度があるかっていうところが気になりますね。ここら辺の足とか。あ、ただそうだ、ホイールシール、ホイールシール、あ、ありました。ホイールシールがこのちっちゃいのだけです。ということは若干心配していました。ここら辺のね、カラーリングがホイールシールで再現されているかどうかっていうところですけど、ここはね、全部この成型色で色分けされていると思います。あ、これは良さそうですね。サブチャンであげたいな。いいですね、このお顔、僕が好きな機体とよく似てるんですよね。ということで今回はプレバンからこちらの3キットが届きました。プレバンが1日3キットって割と爆買いな感じですね。これでまた積みプラが増えちゃいましたけど、まあいいでしょう。それと今現在昨日ゲットしましたハイグレードデスティニーガンダムスペック2&ゼウスシルエット、一生懸命編集行っております。今日アップっていうのはさすがに無理なんですけど、明日アップできればいいなと思いますので、皆さん楽しみにお待ちくださいませ。ということで今回の動画は以上です。今回の動画が良かった、参考になった、爆買いおめでとうと言っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。Have a nice メイプラ。ドラグナーだ、当たると痛えぞ。